皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。今日はですね、レース実況ではなくて SUS のコックピットの作り方ですね、ちょうど半年ぐらい前に私組みましたので、その様子をですね、非常に簡単ではありますけどご紹介したいなと思います。この動画で設計ができるとかそこまで細かくはやってないです。あくまでも、こんな感じなのねというふうに見ていただければなと思います。はい、まず材料を用意します。フレームは、SUS 株式会社のアルミフレームですね。これミスミさんも、ミスミ株式会社も似たようなアルミフレーム作ってるんですけど、互換性がないので注意してください。でハンドルユニットは左上にあるシムキューブのシムキューブ2プロですね。でペダルユニットは右上にあるシムペダルススプリント、はい、でその他、いろいろ材料ありますけど、これを使って組んでいきます。まず場所を用意します。これだけ片付けるの結構大変だったんですけど、やっぱり今まで遊んできた、プレイしてきたシートっていうのは別にあるんですよね、コックピットが。それを分解して、片付けて、でまた SUS を組んでってなると、結局1ヶ月ほどアイレーシングはオフィシャルレース出られなかったですね。それぐらい時間はかかりました。ということでフレームを置いていきましょう。まずは、長手方向の 1400mm のフレームを使ってます。そして足元、そして、背中側ですねの、フレーム、これ 40×80 を使ってます。はい、で取り付けが金具ですね、 L 字型の取り付け金具を置いていきます。そして足元にこれペダルがつくところですねのフレームを、針を渡して、あと、お尻側ですね、この、2本の針の上にバケットシートが乗ります。で、足元のペダル置き場を上げていきましょう。これ針の下に L 字型の取り付け金具が入ってかさ上げされてます。これでちょうどつらい位置になりますね。はい、でまた取り付け金具をつけてきます。はい、これで、あくまでもまだ仮組みというか仮置きですね。で一旦形が決まってからボルトを締めていきます。はい、このシート側の L 字金具、これもつけていきます。そしてですね、ハンドルポスト、これを立てます。私はですね、40×120 というちょっと太めのものを使ってますね。ドラポジさんなんかは 40×80 のを使ってるんですけど、ここが、ちょっと違うところですね。はい、で取り付け金具をつけていきます。ここは力がかかるところなのでしっかり固定していきますね。はい、角度を変えて続けましょう。今度ペダルつけていきます。これシムペダルススプリントのアクセルブレーキクラッチで、私は、この SUS のフレームの溝に直接はめ込む、形をとってます。というのもこの SPS シムペダルススプリント SPS は、角度調整機能が備わっているので、そのフロア足元に角度調整床は置かなくていいんですよね。これがすごい、便利だなというか優秀だなと思って気に入っているところです。コストも安く済みますね。でヒールプレート、かかと置くプレートを今度置きます。このヒールプレートはヒューシンクベルト純正でも出てるんですけど、私はミスミボナさんにセミオーダーで作ってもらいました。5ミリ厚の、プレートですねに6箇所穴開け、これ後で紹介します。そしてハンドルのポストを立てていきます。はい、で、これですね、ハンドル用のフロントマウント、下から支える形ではなく、手前から支えるものですね。10ミリ厚のプレートを使っててかなりがっちりしてますね。はい、でちょっと自分の足が短いってことが分かったので、だいぶ足元に、寄せました。はい、でキャップをつけます。で、背中側にもキャップをつけてます。これね、小指引っ掛けると血が出ますので、キャップを使った方が見た目もいいですし怪我の予防にもなっていいです。はい、そして今シムキューブ2プロがつきました。これがですね、結構重たくて15キロか20キロぐらいあるのかな。私友達いないんで一人で頑張ってつけましたけど、視聴者の皆さんはぜひお友達を呼んで2人がかりで取り付けた方が、早いし安全かなと思います。
ハンドルですね。これシムレーシングベイオリジナルの BB プロ32という 320π のハンドルで、何がいいかってスキップバーバーの実写のハンドルと同じ系なんですよ。で値段も安かったのでこれ一緒に買いました。はい、そしてバケットシートをつけました。この SES コックピットの、デメリットというか、難点がこのシート代がシートの費用が別にかかっちゃうというのがあるんですよね。ですけども私は、たまたま、自分の実写のロードスターに取り付けていたこのレカノの RSG がありましたのでそれを引っぺがしてきてですねこうやって SIM の筐体につけてます。もう今ほとんど実車は運転しなくて、シムばっかりレースシムばっかりプレイしてますので、こういう方法もありかなと思います。このつけてる汎用シートレールは、シムラブの汎用の指定なんですけどちょっとシートベルトですね腰のシートベルトのところが合わなかったんですけど、これワッシャーをたくさんかますことでなんとかつけています。でシートベルトですねちょっと背中側のアイボルトが間に合わなくてプラプラしてますね。そして配線します。このエマージェンシーストップの、スイッチですねこれ、1回だけ使いましたかね。初めて使った時にハンドルが暴れ出したんで慌てて押したっていうことと、それ以外に別の用途で毎日使ってて、この SIM キューブ2 Pro が20分も触らないとスリープしちゃうんですよね。スリープモードに入ってしまうのでそれを再認識させるためにこのスイッチで使ってます。そしてモニターですね。モニターをサスコックピットに直接つけるべきかそれとも別体式にすべきか別のようにこういうふうに足を出して刺せるべきかっていう議論があると思うんですけど私は別体式にしておいた方がメンテナンスの時に楽なんじゃないかなと思いますね。特に最初のうちは、このサスコックピットをひっくり返したりっていうことが出てきますのでモニターが一緒についてるとなかなか大変ですね。はい、ということで完成しました。私首のところにかけてある VR のデバイスで普段プレイしてるので液晶モニターの3画面とかはあんまりこだわってないんですよね。その液晶モニターはほとんど収録用にしか使ってないです。はい、あと、使ってきた部品なんですけど、これがですね SIM ラブの、汎用ブラケットですね。これ底の部分もフラットになっててボルトでSES のフレームに直接止められますし調整幅も結構ありますし、安いんでいいんじゃないかなと思います。はい、あとこれがフロントマウンティングブラケット。このフロントマウント何がいいかって足元膝の下の、膝とハンドルの間のクリアランスが大きく取れる。これが一番いいところですね。この下から支えるような作り方にしてしまうと下に針が渡るとその分厚さが出てしまうのでここは私なりのこだわりポイントでした。あとヒールプレートですねはこの型番で買えます。この外径の寸法とかはご自身の用途に合わせて変更していただく必要があるんですけどこれはフルオーダーではなくてセミオーダータイプなので縦横を指定して穴の数、穴の位置で穴の形ですね。私はサラネジで開けてもらってますけどそういう風にすればウェブの注文画面だけで簡単に発注ができる優れものです。あとフレーム関係はここですねウェブサスから買いました。ですね、このウェブサスの注文方法がインターネットエクスプローラー11限定だとかですね Chrome 使えません Firefox 使えませんとか、あと注文後の銀行振込のみですとかですねなかなかハードルが高いんですけど、ですので私は最小の大物というか一式はこちらのウェブサスから発注してでその後の小物ですねやっぱり作ってるうちに あれが足りないこれが足りないってなるんですけどその都度銀行振り込みはしんどいので、さっき出てきたミスミボナのウェブサイトからこの、SUS 株式会社のアルミフレームやその部品を注文するといった技を使ってます。ミスミさんはクレジットカード引くんですよね。はい、というわけでですね、すごい簡単なんですけど、サスコックピットの組み方をご紹介してきました。やっぱりですね
いいコックピットがあるとどんどん運転も楽しくなるし、さらに、のめり込んで、時間をですね、どんどん没頭できるようになります。本当ね、すごく楽しいんですよ。ですので、視聴者の皆さんもですね、一人でも多く同じこのディープな世界にハマっていっていただければなと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。